硫酸式近距離地対空誘導弾は侵入してくる航空機を迎撃します。RCV は 25mm 機関砲を装備し、射撃による制圧が可能です。ラブのガナーから射撃しておりますのは 4.56mm 機関銃ミニミです。標準軍隊の前進を支援することができます。高機動車から下車してきましたのは8級式 5.56mm 小銃を装備した小銃手です。救助します。担架班により要救助者を救急車通称ハッピーに乗せ、全国の陸上自衛隊では人員約3900名、車両約1100両、 UH-1J です。大規模災害が発生または発生する恐れがある場合、 UH-1J は30分から1時間で離陸し、速やかに航空偵察を実施します。